ゆはなさん、中京大学。おととしの全日本選手権で過去最高の5位に入りました横井ゆはな。この横井も表現者として引き込む力を持った選手です。得意のフリーに向けてまず課題としてきたショートマラゲーニャ。ダブルアクセル。音を拾い上げます。次は単独の3回転を予定しています。トリプルフリップ、大きなジャンプ決まりました。最後に持ってきたコンビネーションです。さあ横井の見せ場の一つステップです。苦しんできたショート、よく踏ん張りました。大きく一つうなずきました。何度も巻き返しを見せてきたフリーへどんな得点でつなげるでしょうか。横井ゆはなさんの演技でした。最終グループ3番滑走、横井ゆはなのダブルアクセル、飛距離も3メートル近く出ています。荒川さん、出来栄えもプラス1点以上という評価でした。はい、そうですね。このダブルアクセルもそうですし、その次のトリプルフリップに関しましても素晴らしい出来でしたので、ここは大きく加点が伸びていくような出だしでした。今シーズンなかなかこのショートノーミスという演技がない中で、最後にコンビネーションジャンプを持っていって、よく2回転コンビネーションつけました。そうですね、ここは3回転3回転を狙っていきたかったところで、練習でもうまくいっていたのですが、やはり疲れてくるところですので、ターンが入ってしまいましたね。ただその得点を見てうなずきます。 59.84、 横井ゆはなのショートです。過去5回の出場、いずれもフリーで会場を沸かせてきました横井です。